ヤギ？豚？それともクリーチャー？犬の作詞写真にツイッターユーザーら困惑。正解は犬が首をひねった時のポーズだった。ええー、紛らわしい。毛の流れから頭部が動いているのは分かった。それでも犬には見えなかった。作詞、恐ろしい子。ああなるほどの理解の後に、耳どうなってるんだ？と新たな疑問が湧く。人間の脳みそってやっぱりアホなんだな。脳の顔認証システムのエラーだね。新種ヤギ犬でいいよ。奇跡になったうちの犬も子犬時代は同じような顔してたっけ。速報食肉処理場で豚が目を覚まし従業員を殺害。食肉処理場で起きた電気ショックによって気絶していた豚が突然目を覚まし、近くにいた従業員の男性61歳に襲いかかったという。男性が地面に倒れているところを別の従業員が発見。その時、男性の左足には30センチを超える長さの包丁が刺さっていたそうだ。男性は、救急車で近くの病院に運ばれたものの、死亡が確認された。こういう締める仕事やってる人って豚食えるのかな？別の従業員が犯人やん。本当に犯人は豚なのか？時間が経って目覚めただけの豚の可能性が高いが、まあ実は聞いてないか、打ち忘れか、寝てただけで、突進された拍子に包丁が足に刺さったか、もしくは食肉偽装事件か。豚の知能で気になったから調べたら3歳児並みで犬より賢い模様。刃物まで使えるのは想定外だけど。熊よりでかいかも。ロシアで体重535キロの巨大イノシシが捕獲される。いや、こんなの人里に出てこられたら困るし、仕方ないだろ。あとはこの人が肉をみんなに分けたかどうかだな。もののけ姫に出てきた、あのイノシシですね。たたり神になってしまうのかしらん。ちょっと真面目な話をすると、イノシシってトラックに轢かれてもピンピンしてんだよな。これ田舎のじっちゃんの知恵だべさ。植物と小さい生き物しか食べてないのに、どうしてこんなに大きくなるんだろう。守り神かと疑うレベル。もののけ姫展開不可避。鋭い牙を持つカワウソとイノシシを足したような謎生物がカナダの湖で発見される。普通にカワウソだよね。死んで顔の周りの毛が抜けたから見慣れない顔つきに見えるけど、足とか他の体の特徴はそのままじゃん。ユーマ騒ぎとかバカなの？どう見ても顔の毛が抜けただけのカワウソの水死体。鼻面の特徴、胴体の長さ、蹄のない前足、どう見てもイノシシではない。顔と胴体のつなぎ目、毛の生え方が不自然だな。つないだな、これ。ただのカワウソじゃん。これでユーマ騒ぎとかバカではなかろうか。動物って死んで腐り始めると毛が抜け始めるけど、それでしょ。多分顔以外にも腹の部分もごっそり抜けてるはず。目が白くなってるから死んでそこそこ時間が経ってる。虫にも食われてないのは冷たい水にずっと浸かってたのでは？前後の経緯から何から全てフェイクのそれと完全に一致してるじゃねえか。お前らピュアもほどほどにしとけ。カワウソって死ぬとこんな顔になるの？機械らしい生物はすぐに死体がなくなるな。首都高速6号線、上り堀切近くに豚がいます。落下した模様。気をつけて運転してあげてください。今、対応してもらっている様子です。こんなんが落ちてきても相手を特定できないと自損扱いだからつけよう、ドラレコ。わあ、助かったー。え？ちょ、ま、肉。出荷される途中の輸送車から落ちたか。高速であの巨体をかわすとかいう無理ゲー。下道だとしても止まるしかなくねえかこれ。大きなイノシシがソーセージの匂いを嗅ぎ、やってきました。落ちたらパニックになる。そして壁を突き抜けていく。自分から食事に招待しました。今日はバーベキューだよって言われてます。屋根の耐久力すごいな。絶対に穴開くじゃん。数秒後、食事を楽しめない状況になる？奈良の鹿のよう。イノシシが街中どこにでもいる、イスラエルハイファの都市。
コロナで封鎖中の街を120頭もの野生のヤギが占領など人間の生活圏に動物が居座る事例は時折ネットを賑わすが、イスラエルで野生のイノシシが増加の一途をたどっている。イノシシは一度街に歩かせると人間の食事を食べることで危険を生み出す可能性ある。このまま放置しておくのは人間やイノシシにとってもいいことじゃないし、街に来ても得じゃない。環境にするべきだと思うぜ。うちの実家もイノシシ出没地帯だけど、こいつらの突進は乗用車くらいはお釈迦にするパワーだぞ。そんなもん放置するとか正気の沙汰とは思えない。街中降りてる奴ら、結構行儀いいよね。河原でバーベキューしたり路上飲みする人間よりマナーいい。ロックダウンの助けにはなりそうだが、鹿よりはるかに危険な奴がこんなにさまよえてたら解除後も街歩けんぞ。史上初のキメラ、猿の細胞を宿した2匹の豚が誕生。その1週間後に死亡。究極のキメラ実験が行われていたようだ。中国で2匹の子豚が誕生した。その子たちは見た目は普通の子豚だが、その体内には噛み食い猿の細胞が混ざっていたという。史上初の豚と猿のハイブリッドである。また、2匹のキメラを含め、この時生まれた子豚は全員が1週間以内に死んでしまったという。死亡した原因は不明であるそうだが、キメラではない子豚まで死んでしまったことから、キメラが死因なのではなく、体外受精に起因すると考えられるとのこと。豚の体外受精は、人間や他の動物ほどうまくいかないのだそうだ。命で遊んでる感がすごい。すごく嫌悪感ある。でも食べることと何が違うのかと言われると説明できないからエゴなんだと思う。日本じゃというか中国以外じゃ問題になりそうな実験だ。怖いけど期待もしている。何でもかんでも人のためになればそれでいいとは考えたくないな。ここら辺でもうやめとけ。ミニ豚だと言われて買った豚が100キロを超えた件、イギリス。想像するだけ大変そうで頭がクラクラする。責任を持って最後まで買えとはとても言えない。例えば豆柴なんかはそういう種がいるわけじゃないから育つうちに普通サイズなんてのもよくある話だけど、ミニ豚はそうもいかんな。悪徳業者も買えなくなったら精肉処理場に売っちまえばいいだろ。と無責任に売ってるだろうから悪いのはみんな人間なんや。家っ子だから家でお世話してもらえるって幸せやんな。表情や知性を感じる。幸せそうだね。酔った勢いって動物にもあるらしい。お酒を飲みすぎて牛に喧嘩を売る豚をオーストラリア。どうやらこのキャンプ場、最近キャンプを楽しむ人間の持ち物に悪さをする豚がいるという注意がオーナーから出ていたようだが、キャンパーには届いていないようだったという。九段の豚はこのキャンパーたちのビールを最後まで堪能して逃走した。豚は人間を目撃するとすぐさま逃げ出したが、小腹が空いたのかキャンパーたちのゴミを漁る姿なども目撃されていたそうだ。誰がどう見てもこの豚は酩酊状態にあったという。ゴミを漁り、その後川まで突っ走った豚は、なぜか牛先輩に喧嘩を売ってしまった。酒臭い豚に牛がイラッとしたかどうかはわからないけど、牛は好戦的な態度で喧嘩を買って豚を追い回したという。残念なことに、この豚はまだまだいい気持ちの泥酔状態で目を覚まし、ふらふらと道路を渡ろうとしたところを、高速で走るトレーラーに轢かれて死んでしまったという。災難やな。豚も飲んだらイノシシの血が騒ぐんやな。豚轢かれた後食べられてそう。面白おかしい記事だと思って読んでいたら、最後に豚さんが、ゴミと食料の管理はきちんとしないとね。丸まった豚の尻尾をまっすぐにする人。なんで？どういう構図なんだ？豚は意図的にやっているのかな？おもちゃみたい。イノシシが地下鉄で人々を襲う。エスカレーターを逆走しているのやべえ。イノシシも街で買い物する時代になったか。ここまでどうやって来たんだ？タクシー？バス？雪の中で震えているところを保護された迷子の豚、地元警察のパトカーで無事飼い主の元へ送り届けられる。わかるぞ。
数週間後に警察に豚肉のソーセージが届けられるんだな。豚が寒そうにしてるんですけどっていう通報自体が最高。隣にじいちゃんが行方不明になってパトカーで帰ってきたことを思い出した。豚が寒そうにしていたら警察を呼べばよいという学びがあった。ふう、豚箱行きかと思った。全く前に進めていないイノシシさん、突進が全く怖くないな。これは足の形的に踏ん張れなさそう。ウリ坊集団が人間に出会っちゃった場合の危険回避法とは？やはりバック走行は苦手なようで方向転換を決めたようだ。それにしてもこの仕草、どう考えても可愛いだろう。母イノシシがいつ飛び出してきてもおかしくないから、人間側も怖いよね。よく見たらウリ2つ、いや、ウリ3つ、ウリ4つ。これ、川に落ちて登れなくなってるんじゃ。ウサギのような長い耳に豚のような鼻を持つ未知なる可愛さ土豚の赤ちゃんが生まれたよ。ジブリに出てくるようなの想像してたけど、結構グロいのね。プーさんのキャラにこんな感じのいたよ。確か頭が衝撃に著しく弱くてチョップしたら死ぬんだっけ。子供の頃、グロテスクな動物消しゴムのシリーズでこいつがあった。かわいい。